はじめまして、ゆいです。今回は大人公演とソウルパンキングクラスを担当させていただきました。今日は、お越しいただきありがとうございます。今回のですね、私の作品のテーマが You Only Live Once っていう言葉なんですが、これ直訳すると人生一度きりっていう意味になるんですが、私の座右の銘というかちょっと好きな言葉を今回コマのタイトルにさせていただきました。実は前回も第1回目の大人公演の方を講師として作品を作らさせていただいたんですが、その時もやっぱこう50歳オーバーの方たち と一緒に作品を作らせていただいて、もう本当になんか皆さんすごくキラキラしてて、自分が30歳になった時になんかこう節目だなと思って、ちょっと自分のそのダンス人生を考える、タイミングがあって、でもこう大人公演のメンバーさんと会った時になんか年齢とかって関係ないなと思って、本当に人生一度きり、なんかやりたいことはとりあえずやってみるっていうのが私のモットーなので、こう迷ったらとりあえずやってみてチャレンジする心を、気持ちをいつも大事にしてるので、今回はそのテーマをコマタイトルにさせていただきました。ゆい先生クラスのはすみです。よろしくお願いします。3年前のクリスマスにがんの告知を受けました。手術をして抗がん剤治療をしましたが、再発する確率も高く、再発したら完治することはないと言われ、自分の中で死を意識しました。今までの私はやりたいことがあってもいつかやろう、老後の楽しみにしようと後回しにしてきましたが、経過観察になった今、自分の人生自分が主役でいいんじゃないって思い、今回参加させていただきました。今回、メンバーさん4人なんですが、皆さんパンキングをやったことない方たちが、今回私の作品に、トライしてくれてるんですが、初回リハから何ですかその動きみたいな感じだったんですけど、めちゃめちゃなんか皆さん踊れる方で、本当に、パッションが強い方たちで、すごく難しいことを実は今回、振り付けの方でやってます。でもそれを皆さんこう毎週毎週練習して食らいついてくれたというか、なんか皆さんでも難しいけどすごいそれが楽しいみたいな感じで言ってくださって、もう本当にこの3ヶ月、9月末からレッスンしてきたんですが、もう本当にパンキング皆さんやってました以前からみたいなくらい今回仕上がってると思います。チャレンジさせていただくのはソウルパンキング、メンバーは4人、みんなそれぞれ違うジャンルでのダンス経験ありましたが、腕を鞭のように振りながらのステップに四苦八苦最初は振りも全然覚えられず、動画を見ながら何度も何度も確認してやっと覚えた振り、それでも少しずつ回を重ねてなんとなく形になっていって、それがすごく楽しくて、今日はどんな振りを教えてくれるんだろうとワクワクしながらレッスンに通いました。ゆいさんがつけてくれたかっこいい振りと素敵な衣装、照明でとびっきり輝く私たちを見てください。皆さんのこのハッピーパワフルな、作品を今日はお届けできたらと思います。それではお楽しみに。ゆいナンバー見せます。誰もがいる、エビからずしてたたたた
けばもう視線の窓へ占領して夜に踊る魔法キバスネスローへ可憐に待っていたあの赤いドレスが髪を振って消えた